どうも、健康寿命を延ばす活動をしております予防栄養学アドバイザーの中村直樹です。このチャンネルではエッセンシャルヘルスケアと題して皆様に健康に関する情報をシェアしています。どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、人生を左右する7つの遺伝子についてお話ししていきたいと思います。遺伝子というとですね、我々が祖先から受け継いできている DNA の情報なわけなんですけれども、受け継ぐときにですね、変異が起こるよということですね。それを SNP と書いて、SNP というということなんですが、日本語で言うとですね、一塩基多型ということで、一つの塩基がですね、いろんな形に変わっているよということなんですね。はい。DNA は塩基がずらずらずらーと並んだ状態になっておりまして、A とか G とか T とか C ですね。はい。というものがあるんですけれども、A とか G とか T とか C とかというものの A が G になってたり、A が T になってたりとか、はい、というふうに、一部がですね、一つの塩基がいろんなものに変わっているというのを、一塩基多型スニップというということなんですね。はい、このスニップはですね、だいたい1000万個ぐらいがもう分かっていて、多い人だと120万個ぐらい、ね、持っているということなんですけれども、そんなに持ってて大丈夫というふうに思うんですが、ほとんどですね、人体の健康にはですね、影響を及ぼさないということなんですね。その120万個あってもほとんどが影響ないから大丈夫だよということなんですが、4万個はですね、はい、そのうちの4万個は影響があるということなんですね。そういうのが分かってるよということでして、そんなやって大丈夫かなと思うんですが、そのうちのですね、7つだけを押さえておけば、健康を保つことができるよというふうなことでして、それをおっしゃってるのが、このダーティージーンズを書かれたドクター・ベン・リンチ先生ですね。はい。前回の動画でもこちらで紹介させてもらっておりますので、ぜひ一緒にご覧になっていただきたいんですけれども、こちらではその7つの遺伝子を押さえておけば、他の遺伝子もですね、健康に保つことができるよということでして、この7つについてですね、今日は紹介していきたいんですが、そのうちの3つですね、はい、多いので、3つと4つに分けて紹介させてもらいたいと思います。はい、この7つがですね、選ばれた理由はですね、非常に一般的ということで、多くの方がですね、その7つの遺伝子にスニップを持っているということなんですね。はい。それがためにですね、よく研究も進んでますよと、昨日今日分かったものではなくて、もう何年も前からですね、注目されているということなんですね。はい。でかつそれらはですね、やっぱり我々の体に最も大きな影響を与えるということでして、4万分のベスト7とも言えるということですね。はい。ランキングをつけてですね、影響力の多い人からですね、多いものからランキングをつけて、4万個並べたときに、そのうちの上位7個だということなんですね。はい。で、この7個のうちのいずれかが、汚れている、つまりそのスニップが悪さをしているというこという表現を汚れているというふうに表現しているんですが、といった場合ですね、7個のうちのいずれか1個が汚れている場合は、他の遺伝子もですね、4万個の他の遺伝子も汚れているであろうということでして、7個をですね、押さえておけば、他の4万個も、きれいに保てるであろうと、逆転の発想でそういうこともできるよということなわけですね。はい。ということで、この汚れをですね、落とすことができると。はい。食習慣とか生活習慣をですね、正しく保つことによって、汚れを落とすこともできるんだよということで、きれいに保つことができますよ。つまり、スニップがあっても、そのスニップが悪さをしないように保つことができますよということなんですね。この方法はですね、メチル化というですね、エピジェネティクスになるんですけれども、はい。エピジェネティクスもメチル化もですね、前回少し紹介してますので、はい。ぜひ前回の動画ご覧になっていただきたいと思います。はい。今日はですね、7つあると多いので、そのうちの3つですね、はい。紹介していきたいと思います。はい。まずですね、一番重要な MTHFR ですね。非常にアルファベットを5文字も並べるのやめていただきたいんですけれども、はい。3文字ぐらいまでにしてほしいなと思いますが、5文字なんですね。MTHFR ですね。はい。メチレンテトラハイドロフォレイトリダクターゼということでして、メチル化の達人だということなんですね。はい。メチル化というのを、
まあ、遺伝子のですね、発現を抑制するものだということなんですけれども、まあ、あの遺伝子にこのメチル基というものがくっついているとですね、そこの遺伝子は発現しないようにできるというふうなことでして、まあ、それがメチル化の一つではあるんですが、他の物質、遺伝子以外のですね、化学物質の多くは、まあ、メチル基がついていないと活性化しないんですね。はい。これが逆なので、反応が逆なので難しいんですけれども、遺伝子の場合はメチル基がついていると発現しない、化学物質の場合はメチル基がついていないと反応しないということで、まあ、メチル化はですね、とにかくすごいと。まあ何がすごいかというと、まあ、いろんなものに関係してくるわけですね。まあ、その遺伝子の発現だけでも本当にすごいんですけれども、まあ、いろんな物質を活性化させるということがとにかくすごくて、ストレス反応、炎症、脳内化学反応、エネルギー産生、免疫反応、解毒、抗酸化物質の産生、細胞修復、例えば今8個言いましたけども、これ以外にもずらずらずらーとですね、200以上のですね反応に関係していると。はい。ということで、まあ、ほとんどメチル化してないとうまく使えないんだということなんですね。はい。失礼しました。はい。ということで、まあ、メチル化はとにかくすごいんですけれども、この MTHFR という遺伝子がうまく機能してないと、これがメチル化ができないよということなんですね。はい。ですから MTHFR すごく大事なんですが、そこにスニップがあるとですね、やっぱりうまく発現、その MTHFR が発現しないということでして、そのスニップを、まあ、綺麗に保つと、悪さをしないように保つことが必要なんですが、悪さをしているとどうなるかというと、まあ、うつ病になったり不安に感じたり、自己免疫疾患、心臓発作、脳卒中、起こりやすい性格になったり、胃がんのリスクが上がるよと、まあ、その他もろもろですね。はい。まあ、これ以外にも非常にたくさんの悪い面がありますので、まあ、やっぱりこのスニップは綺麗にしておきたいよということですね。はい。一方ですね、はい、MTHFR にスニップがある場合に、で、かつそのスニップをきれいに保った場合はですね、いい面もありますよと、まあ、長所もありますよと。どういう長所かというと、まあ、集中力が高かったり、生産性が高かったり、まあ、DNA 修復能力が高かったり、大腸がんを、大腸がんのリスクを下げることができるよということで、まあ、めちゃくちゃいいじゃんというふうに思うんですけど、はい、MTHFR にスニップあった方が絶対いいやんというふうに、まあ、仕事をしている人間からすると思うわけなんですけれども、まあ、やっぱり、まあ、それは綺麗に保っていればの話、はい、なんですね。はい。で、綺麗に保ってなければ、まあ、こう悪い面が出てくるわけですね。はい。ですから、まあ、綺麗に保つことがとても大事だと、はい、いうことです。で、スニップがない人もですね、まあ、汚れたように振る舞う場合があるので、同じことが言える。結局は、その、食べるものとかは同じようなことが言えるんです。で、何を、じゃあ、食べて、どういった生活をすればいいかということなんですが、まあ、一言だけで言うと、まあ、葉物野菜を積極的に食べましょうということなんですね。はい。まあ、ほうれん草とか、油中野菜とかですね。はい。葉物野菜を積極的に食べることで、この悪い面を隠すことができますよということなんですね。はい。で、大事なのは合成葉酸サプリはダメだよということです。はい。葉物野菜にはですね、天然の葉酸がたくさん含まれているんですね。はい。この天然の葉酸をしっかりとること、ビタミン B9 ですね、まあ、この動画も作ってありますので、ビタミン B9 についてですね、ご存知ない方はぜひ中村の動画からビタミン B9 を探していただきたいと思いますけれども、はい、このビタミン B9 がとっても大事ってことですね、このメチル化には。はい。ということなんですが、サプリで取るのはちょっと良くないよということですね。はい。合成葉酸の場合は逆にですね、この天然葉酸、天然で取れる葉酸をですね、ブロックしてしまうということなんですね。はい。だから合成葉酸サプリはかえって悪いということでして、まあ、NG だということですね。はい。よくですね、妊娠されると、まあ、葉酸のサプリを取ると思うんですけれども、まあ、ちょっと後ろ見ていただいて、合成葉酸って書かれたものは選ばないようにしていただきたいと。はい。メチル化された葉酸なら大丈夫ということですね。はい。
ちゃんとメチル化されたものであれば大丈夫ですので、まあ、ドクターが出してくれる分にはですね、まあ、おそらくメチル化されたものだというふうに思いますので、まあ、それで大丈夫だと思うんですが、ご自身で、購入される場合はですね、まあ、絶対ですね、後ろを見てと、はい、いうことなんですね。はい。まあ、とにかく、葉酸は、取っていただきたいんですが、まあ、ほうれん草とかですね、葉物野菜を取ってくださいということになっております。まあ、その他、いろんな注意点もあるんですが、まあ、とりあえずこれだけ紹介したいと思います。はい。で、2番目はですね、COMT ですね。はい、COMT。カテコールオメチルトランスフェラーゼということでして、まあ、気分や集中力に作用、集中力を左右するということですね。気分や集中力を左右する酵素になってくるんですけれども、まあ、どういったものかというと、まあ、カテコールとかですね、まあ、コーヒーなんかに含まれる物質ですね。カテコールやエストロゲン、まあ、女性ホルモンのエストロゲンだけでなくてですね、まあ、ドーパミン、ノルアドレナリン、アドレナリンといったですね、ストレス神経伝達物質の代謝に影響するよということなんですね。はい。これもメチル化サイクルにとって、まあ、非常に重要になってきますし、メチル化サイクルによって、まあ、うまく働いたり働かなかったりっていうことになってきますので、まあ、とてもこのメチル化というのはキーポイントだということで、さっきの MTHFR も、まあ、関連してくるわけですね。まあ、それぞれが相互作用している。はい。7つ紹介しますが、7つそれぞれがですね、相互作用で非常に関連し合ってますので、まあ、これを一気にですね、改善させてしまう方がいいということになっています。はい。で、この COMT の場合はですね、働きが早いタイプと、働きが鈍いタイプのこの2パターンあるよということなんですね。はい。まあ、どういうことかというとですね、まあ、この伝達物質ですね、ドーパミンとかアドレナリンとかがですね、まあ、ずっと血中に多く保つことができるか、まあ、早く流してしまうか、多くですね、保って、それを長く維持してしまうか、はい、適正の時間じゃないということですね。つまり半減期というものが、はい、薬飲みますね。薬、痛み止め飲みます。まあ、しばらくすると痛いとこ、肩が痛かったとして、あ、肩はだんだん痛み取れてきたなと。で、またすぐにうーってやったら、もう全く意味がない。はい、痛み止め飲んで、効果がもう本当に 1,2 秒だったらもう全く意味がないということなんですが、働きが早いタイプっていうのはそういうことなんです。薬を取ってもその薬をすぐに流しちゃうということになってしまうわけですね。はい。逆に働きが鈍いタイプっていうのは、取ったものがですね、ずっとそこにいるということで、まあ、痛み止めの場合は、まあ、ずっと長く効いてもらっていいんですけれども、はい。いいんですけど、ドーパミンとかアドレナリンとなるとですね、ずっとそこにいてもらうと、悪さをしてしまうと、はい、いうことなんですね。はい。その時だけ必要だったのに、ずっと長くいられるとですね、まあ困るわけです。はい。はい。ということで、その両者のタイプがあるよということですね。はい。で、悪い面見ていきます。汚れていればどうなるかというと、働きが早いタイプが汚れているとですね、まあ集中できず生産性が下がってしまいますよということですね。まあつまりドーパミンとかアドレナリンすぐ流れていってしまうので、せっかくやる気になってもですね、まあすぐやる気なくなっちゃうよということになります。はい。で、自信がないと。まあ、それによって自信が持てません。はい。で、これをきれいに保つとどうなるかというと、いい面が出てきまして、まあ、落ち着いていて寛容な性格になれるよと。はい。あと、まあ、よく眠れますと。はい。いいですね。はい。よく眠れる人いいですね。はい。そういった特徴があるよということですね。はい。じゃあ、働きが鈍いタイプはどうかというとですね。はい。働きが鈍いタイプが汚れている場合は、まあ、不眠とかイライラ、力が抜けない、ずっとですね、ドーパミンとかアドレナリンとか、もう戦闘態勢に入るときに必要なものですから、ずっとこう戦闘態勢が続くということで、まあ、不眠とかになっちゃうわけですね。はい。で、それをきれいに保つとどうなるかというと、まあ、エネルギッシュで生産的な人になれると、はい、いうことで、さっきの、まあ、働きが早いタイプの悪い面の全く逆ということですね。はい。エネルギッシュで生産的になる。もう誰からも憧れるよ、憧れられる、憧れる、誰もが憧れるようなですね。はい。人になれるよ、ということで、これもスニップあった方がいいやんと、はい。思っちゃうような感じなんですけれども、
まあ、これも綺麗に保ってなければそうじゃないということになります。はい、綺麗に保つためにはどういうふうにすればいいかというと、まあ、適正な体重を保ち、まあ、デトックスしてくださいねということなんですね。はい。まあ、やっぱり化学物質がどうも良くないよということでして、まあ、カテコールなんかもそうなんですけれども、まあ、たくさんですね、そういった物質が体の中にあると、反応がですね、強くなってしまうということになるので、まあ、そういった化学物質なんかはですね、すぐに流してしまいたいということでして、まあ、デトックスしましょうということになります。でこれもメチル化がですね非常に重要なんですね。はい、まあ、あと間食は NG 、はい、まあ、肝臓にですねずっと負担がかかるようなことはやめてくださいということになります。はい、適切な時間を空けていただくということが大事になってきますね。はい、まあ、3食食べても問題ないんですが、その3食の間は必ず空けるようにしてくださいということですね。まあ、何かお腹空いたら飲み物でですね、はい、茶湯とか、まあ、お茶とかコーヒーはカテコール含まれるので、まあ、やっぱり茶湯がいいですかね。はい、まあ、COMT にスニップがある人は茶湯。はい、まあ、そうでない方は、まあ、お茶とかコーヒーなんかは非常に健康効果高いですからぜひ飲んでいただきたいんですが、まあ、私はこういうようなタイプではないわという方は、まあ、ぜひお茶とかコーヒーでいいですけども、まあ、例えば不眠があったりとか、生産性が低い人ちょっと言うと失礼ですけれども、まあ、自信がない人、自分に自信が持てないっていうような人は、まあ、ちょっとそれは避けるということですね。要は、はい、そういうことになります。はい、で3つ目は DAO ですね。 D アミノアシッドオキシダーゼということでして、まあ、これはヒスタミンを処理する酵素だということですね。はい、ヒスタミンというと、まあ、アレルギーに関係してくるんですよね。はい、まあ、花粉症なんかで目がかゆいっていうのは、その目がかゆい理由はヒスタミンがそこに分泌されているからだということになるんですけれども、この DAO はですね、食べ物や細菌由来のヒスタミンに対する体の反応に影響して、まあ、アレルギーや食物不耐性に関与するよと。はい、細胞の外側、主に腸の内側ということですね、にあるヒスタミンを排出しますということなんですが、まあ、ヒスタミンの量が少なければそういったアレルギー症状は出てこないんですよね。はい、この DAO がうまく働かないと体の中にヒスタミンが溜まってっちゃうということなんですね。はい、まあ、そうするとですね、まあ、リーキーガットの原因にもなるよということで、まあ、リーキーガットに関してはですね、私過去に動画で上げてますので、このプラントパラドックスですね、まあ、腸活といえばですね、はい、腸活イコールその、まあ、発酵食品とか、プロバイオティクスという、まあ、細菌を取ることですね。まあ、例えば乳酸菌飲料とかですね。はい、そういったものを、まあ、腸活というふうに言っていますが、実はこれは本当の腸活ではない。はい、腸活はやっぱり、レクチンフリーダイエットだというふうなことが言いたくてですね。はい、このプラントパラドックスはもう真の腸活になりますので、まあ、ぜひですね、今年から腸活をという方はですね、ぜひ一度このプラントパラドックスの動画をご覧になっていただきたいと思います。はい、ということで、まあ、リーキーガット本当に悪いので本当に治したいんですけれども、はい、アレルギーのある方はぜひリーキーガットを治してください。はい、と思っておりますが、まあ、この DAO ですね、悪さをしているとどうなるかというと、まあ、アレルギーになってしまったり、植物過敏症になってしまったり、リーキーガットですね、はい、で妊娠合併症もそうだし、シーボね、腸にですね細菌が溜まりすぎるですね、小腸にということですね。はい、小腸に細菌が溜まりすぎるとシーボというふうに言われるんですね。はい、小腸の細菌が増殖してしまいましたというような疾患のことをシーボというと。はい、まあ、細菌はですね、腸内細菌っていうのは大腸にたくさんいてほしいんですね。はい、大腸にたくさんいてほしいんだけれども、まあ、それがですね、胃酸が弱ったり胆汁がうまく分泌されなかったりすると小腸にまでですね、細菌が侵入してきてしまうということでして、それはもうお腹が痛くなったりお腹が張ったり、まあ、いろんな原因になってしまうということなんですね。ですから、まあ、それも良くないよということになります。はい、で綺麗に保つとどうなるかと、綺麗に保つといい面はですね、病気になる前にその原因に気づくことができると。
はい。これは植物過敏なのかなと思っちゃいますけどね。はい。食べ物に過敏になるのとどう違うんだろうというふうに思うんですが、捉え方の違いじゃないかなと思うんだけども、はい。まあ、ちょっと、どうも反応が出そうだなっていうのが、まあ、よくわかるということですね。私もアレルギー体質だったので、わかるんですけども、あ、この食べ物多分、この後アレルギー出そうだなっていうのが、まあわかるんですね。で、実際出てくると、まあそれは避けようと思うんですけど、出ないものもあるんですよね。はい。ですけど、まあそれは、まあやっぱり今後は取らないようにしようというふうに避けることができるんですね。はい。ちょっとこれは怪しいなと思ったものは、全部避けていった方がいいということですので、まあそれは避けれるようになると。逆にこのスニップ持ってなくて、それに鈍感な方っていうのは、実はアレルギー起こってたんだけども、自覚症状がないだけで、アレルギーがあって体の中傷つけてるんだけれども、それに気づかないから、最終的に、てかまあその結果的に、まあすごく重い症状を持ってしまったとかですね。はい。そういったことになるので、まあスニップがあって早く気づけるんであれば、そっちの方がいいと。はい。ということで、まあ長所だと言えるということですね。はい。まあこのですね、まあこの DA をきれいに保つためにはですね、まあヒスタミンを含む食品を避けましょうということですね。まあ柑橘類とか意外にヒスタミンが多いんですよね。はい。柑橘類とか、あとはまあやっぱり細菌ですね、プロバイオティクスは逆に腸活からすると、このプラントパラドックスですね。DAO の遺伝子の面から見るとですよ。はい。悪いって言ってませんからね。はい。そういった乳酸菌とかは NG と、はい、いうことになります。ヒスタミンを含んでますので NG だということになります。はい。まあ一部、いいものもあるし、ある程度して腸がですね、腸がまあ健康に保たれた、リーキーガットが治った時点ではですね、治ってしまえば、取っていただいて、大丈夫だと思いますので、はい、取っていただく方がいいと思いますので、まあそのリーキーガットが治るまではですね、まあそういったプロバイオティクスも避けた方がいいんじゃないかなというふうに思います。はい。で、油中野菜はとってもいいので、積極的にとってくださいねということで、まあ、キャベツとかケールとかブロッコリーとかですね、まあ、そういったものを積極的にとっていただくといいかなと思います。はい。今日は7つのうちの、まあ、3つですね。はい。いずれも、まあ、今まで言ってきた、中村が今まで言ってきている食生活で全く問題ない。はい。ということで、何も新しいことは言ってないんですけれども、はい、過去の動画見たよっていう方はですね、いつもと言ってること変わらないやんというふうに思いますけど、まあ、こういった遺伝子がですね、まあ、悪さをしていることもあるよということで、ぜひ知っておいてほしいなというふうに思っているわけですね。はい、この動画が参考になったという方はですね、ぜひグッドボタンとかチャンネル登録とかよろしくお願いいたします。はい。またホームページにですね、相談窓口作ってありますので、まあ、ここがよくわからなかったとかですね。はい。まあ、私こういう体質なんだけどどうでしょうかとかですね。はい。ぜひ、ご相談ある方は、ぜひよろしくお願いいたします。はい。こんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。失礼します。